で、まあ、これをうまく活用するってことですね。初心者のブロガーアフィリ、結果が出る方法を教えていただいてってことですね。海外移住ご希望の方です。結果が出せる方法は何でしょうかってことなんですけども、初心者のブロガーアフィリ、やはりですね、結果が出る方法、これはですね、タイトル見出し、本文にきちんと、ちゃんと SEO のキーワード入れてるってことですね。タイトル見出し特に重要です。タイトルがまあ40文字以上になってる人も結構あるんですけども、もう今は40文字だと、まあ、ギリギリですね、検索が薄まるって言い方するんですけども、あの Google が読み込んでくれなくなるので30文字以内が一番いいと思います。あとは、まあ、タイトルにしっかりですね、検索ニーズ、まあ、僕がおすすめなのは月間検索回数が100から1000回以上、あとオールインタイトルですね、要はライバルが少ないものが10件以下っていうのだと、まあ、確実に上位表示ができます。で、サーチコンソール必須ですね、まあ、あの Google の無料ツールのサーチコンソール、これであのクエリーというところで実際に検索された生のキーワードなんですけど、これでリライトするのが肝になります。